カードもいそうだけど。暑い。でもこれじゃ足りないと思うな。やあ、パックな。ちゃんとパンの上だ。薬膳スープ。いや、体に良さそう。調べたその店、創業60年お店でフエンジャンチング、多分お安いとこだと思う、去年。あ、250円なんだ。お客さん入ってるもんね。うん。ヒュージ。あ、ひろみちゃんありがとう。ひろみちゃんナイス。イルボン YouTube。イルボン YouTube や。うん。イルボンで何やるのや。うん。あ、どうなんやろ。死ぬせごいね。あ、どうなん。イルボン YouTube だね。あ、オッケー。え？300円じゃ安いじゃん。
그럼 진짜 아니겠다. 아, 이제 말리지 말라고. 이모. 屋台ってさ、油をずっと使うから、新しいの使わないからさ。なんか毎日絶対誰か喧嘩してるよね。でも屋台の食べても何もなったことないってば、私本当強いんだろうね。ミリちゃんこんばんは。今のうちに食べなきゃ。カード無理そうだな。12時まで。ああ、怒ってたの？その言葉で。なんかジブリみたいだね。なんだっけ。ジブリみたいじゃない？マジで。ガチジブリだこれ。皿も容器も。しかもなんでか知んないけど上半身裸同士で怒ってた。こんな寒いのに上半身裸。韓国の米は소주하나소주하나네먹으면되는거안돼그래도시모삭도시켜돼얼마얼마바삭도시켜놨어요일본의고메가제일맛있어요아이제밥값은받았어요이제밥값은받았다이제얼마받았어요이거는받고이제그냥많은다받았어なんかちょっと玄米のような、玄米が混ざってるような味。어제다피만조금만하면신고를하자그래신고하면맞았다신고하면또내앉아아이고아이고이제앉아주겠어그
감사합니다. 네. 안녕하세요. 그리고 수프 그래. 맛있어. 감사합니다. 이거 가마데 니콘데. 그래도 다 지브리 메시지스네. 이거 진짜. 토우도 학사이가 入ってた. 토우도 학사이. じゃあちょっとこれかな。こんな感じだね。以上。美味しかったです。개새끼야 서울역 양아치 같은 새끼야. 야, 네가 더 양아치야 이 시발라마. 아유. 개새끼야 꺼져. 뭐나 꺼져 이 시발라마. 나 죽으려 꺼져. 개새끼야. 서울역 쓸어버릴게. 너 못 쓰면 너 뒤진다. 너 그 에이 서울역 양아치 새끼야. 스기나. 한일 동안 뭐라고? 야, 병이나 그냥 갖고 가. 속살대기 나라 이 개새끼. 吸ってるタバコを投げつけたからね、あの人に。吸ってるタバコを。どうしたんやろ。あの人が投げつけたのね、吸ってる。まあ、これが普通なんだろうね。普通の日常だから。なんで喧嘩したんだろう、軽説教って犬野郎って意味だって。この犬野郎、まだ聞こえる軽説教って。よくわからん。ほら、日本人だったら女を寿司女ってバカにされるじゃん。それもなんかよくわかんない。この国の悪口があるんじゃない。ここはですね、チョンノサンガ、レトロな街。
もう慣れちゃったよね。なんか外で誰かしら喧嘩してるの慣れた。韓国の女性をキムチ女っていうのと、でも言わないじゃん、キムチ女って別に日本では。多分ね、違うと思う。キムチ女って言わないし、なんかこう、もっとね、不快な言葉が混ざってると思うよ。簡単だ、簡単にやれるとかさ、寿司女は簡単にやれるみたいな。日本の男は、うん、日本の女って軽いっていうか簡単って思われてる。これに関してはハワイの男にも言われた、白人に。日本人の女は優しすぎるからねって、押せばなんかいけそうなんだよなって。なんかなんで日本人ってあのノーって悪い言葉だと思ってるって。なんで日本人ってちゃんとノーって言えないんだろうねって。ノーって言ったらかわいそうかなとか、そういうふうに思うから、日本人って優しすぎてさ、いけるんじゃないかって思うんだよね。あ、ちょっと落ち着いた、あれ食べたら。なんかあのお茶漬けって感じ、ジャパニーズお茶漬け、うん、ジャパニーズ、まあだしだお茶漬けだね。だしだ、なんかないの。あ、なんかやってますね、肉まん。あれ肉まんかな、ちょっと食べてみようかな、肉まん。コリアン肉まん、うん、新大久保で韓国男子が日本の女食いまくってる。性格悪いと思うよ、あそこエリア。私あのしかもなんかナルシスト多いね。なんかデートしたことあるけど、ナルシスト多い、勘違いやろうとか、あのなんかさ、その友達の前の友達がね、このさ、なあの韓国人に前の連絡先教えていいって言われて、なんかあの知りたいって言うからさって。でイケメンだったんだよ、確かに。だから一回デートしたんだけど、なんか勘違いっぷりが、いや急に帰り際抱きしめてきて、あの帰りじゃあねって帰る時に急にギュッて抱きしめてきて、え何って言ったら、あ抱きしめたら嬉しいだろうとか言って、嬉しいでしょ女とか言って、女抱きしめて嬉しいだからとか言って、顔はかっこよかったけど、勘違いやろうとか思ったこと言っちゃうよね、あと韓国の人って。見た目はでも確かに背がすごい高くてかっこよかったね。その人なんか芸能を目指してたんだよ。で芸能を目指してるところもちょっとなえた、うん、女抱きしめ、ま、マキ嬉しい嬉しいだろうって。肉まん、作ってますね、肉まんを。昨日も食べたんだよな、これ中国じゃない？ね、昨日も食べたんだよな、うん、餃子、エビ餃子、蒸し餃子、
肉なん？肉まん？マンドゥってなんだろう？肉まんかな？食べてみる。え、私は甘いの嫌いだから食べれないもんだって。食べれないもん。1個とかだったらね、試しにうまいのかさ。このエビだったら食べてもいいかな。エビ、ね、入ってきなさいって言った。なんだって？入るかって？うん。え？言った今本当に。入るかって言った？何ですかって？何にしますかって？まあだから。聞こえなかった。じゃあこれでいい。これかこれか。まあでもこれかこれかな。なんか昨日食べたらさ、これ甘かったんだよね若干。これかどっちがいい？エビでいい？あ、チュギよ。シュリンプマンドゥ。シュリンプマンドゥ。うんうんうん。あ、カード OK？ OK。あ、見たい。3分待ってだって。すごい。ここで食べる。セームだっけ。 Here。 これはちょっと楽しみ。600円です。これ600円。待ちます。3分。楽しみです。これシュリンプマンドゥ。あ、魔法の杖ありがとう。右下ナイスもお願いします。じゃあ、モコカル、あの人来たらモコカルキよって。いや、でも多分、もしかしたら、ここがテーブルなんかもしれん。ここが。これテーブルなんじゃね？それがこことか。で、中テーブルないからね。立ち食いだと思う。
ここ貼るっけよ。ファンタ100ですね。持ち帰りなんです。わあ、煙上がってきた。あー、モッコカルケよ。モッコカルケよ。モッコル、モッコカルスイスよ。あ、ここ？あー、オッケー。ここだって。やっぱね、あそこで食べてる人いたもん。痛い。できてました。バーン。うまそう。あ、カムサムニダ。Thank you。来ました。エビ餃子来ました。美味しそう。これやばうまそうだね。うん。熱そうでもちょっと。じゃこれいただきます。たくあんを袋に入ってて、あ、豚ちゃんありがとうございます。あ、ありがとうしーちゃん。しーちゃんナイス。こんなが、たくあん、どんな味なんだろうね。たくあんとキムチ絶対どっちかあると思う。なんでだろう、あのさ、昨日並んでたんですよね、釜山で。そこより美味しいんだけど。ここ並んだとこ見たことないけど。あー、美味しそう。ちょうちゃんナイス、ありがとう。ちょうちゃんありがとうございます。パチコメも嬉しいです。エビが丸ごと1本入った。これで600円安いよ。飲み物売ってないのかな。あ、チェキよ。チェキよ。あ、ドリンクメニューの？ドリンクメニュー。ドリンク。ドリンク。うんうん、の。あの、オッケー。うまい。
맛있어うまい。なんでだろうね。行列の並ぶ昨日の店より美味しいんだもん。いや違う、昨日も専門店だったもん。そんな好きじゃないし、うまいもこれ。